のこちゃ、クラシカの UJ です。今回はね、ノースフェイスの動画なんですけれども、今までこのクラシカの動画でもね、ノースフェイスのダウンジャケットをいっぱい紹介してきたんですけれども、今回はノースフェイスのダウンジャケット頂上決戦みたいな感じでね、ノースフェイスの定番のダウンジャケットを8種類比較していこうかなって思っております。今回比較していくダウンジャケット8種類こちらでございます。ヒマラヤンパーカー、ヒムダウンパーカー、アンタークティカパーカー、サザンクロスパーカー、マウンテンダウンジャケット、バルトロライトジャケット、ディレイヤーパーカー、ヌプシジャケット、この8つですね。デザイン面っていうところになるとかなり個人差とかがね入ってきてしまうので、主に機能面の方を重視して比較していこうかなと思っております。一応素材なんかもね比較していくんですけれども、年代とかマイナーチェンジが入ったりして使用されている素材がちょっとずつね変わっていったりもするので、一応現行のものの比較ということで今回やっていきます。今回の動画簡単に説明しておきますと、まずは外装、内装、中綿ですね。そういったそれぞれの素材っていうところをね深くご紹介して比較していきたいなと思っております。で、次に機能やサイズ感、ディティールなんかをですね比較していきます。で、その次に温かさっていうところと、あと着心地の部分ですね、そういったところをねそれぞれ星をつけてね、評価を分けていきたいなと思っております。で、その次さらにねそれぞれのモデルのメリットデメリットですね、あとそれぞれどんな方におすすめのモデルなのかっていうところをご紹介していきたいなと思っております。で、最後にねそういった、比較評価を含めて僕 UJ がおすすめするダウンジャケットトップ3を発表していきたいなと思っております。はい、ということで今回はこんな感じの内容でやっていきたいと思います。ちょっと長くなるかもしれないんですけれどもね、チャプターで飛んで見ていただいても構いませんので、ぜひ最後まで、お付き合いいただければなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでね、いろいろちょっとデータをまとめてきましたので、出しながら見ていきたいなと思います。ちなみに背景程度に用意したんですけれども、バルトロライトジャケットとマウンテンダウンジャケットとアンタークティカパーカーが後ろに並べてあります。8モデル比較していきましょう。ちょっと気合を入れていかないと僕も喋れないので、まず定価の部分ですね、定価をちょっとザラッと並べていきますと、こんな感じです。一番高いモデルが、ヒマラヤンパーカーですね。まあ、一応ヒマラヤンパーカーというモデルが、ノースフェイスのフラッグシップモデルということで、出てますので、まあ、値段的には一番、高い、ダウンジャケットになってるんですね。で、その次にアンタークティカパーカー、アンタークティカパーカーもかなり高機能なモデルということで、この2つがねこの中ではちょっと抜けて高い金額になっておりますね。で、その後にヒムダウンパーカー、サザンクロスパーカー、マウンテンダウンジャケットあたりが来て、その下にバルトロライトジャケット、ビレイヤーパーカーが同じ値段ですね。で、ヌプチジャケットが圧倒的に安いっていう感じになっております。値段で見るとね、ヌプチジャケットの安さっていうのは目につきますよね。かなり3万円台でしっかりしたノースフェイスのダウンジャケットが手に入るって考えるとすごくやっぱり魅力的ですよね。次、外装素材比較していきましょう。それぞれの外装素材がこんな感じになっております。いろいろちょっとね英語の羅列が並んで、分かりづらいかと思うので、ちょろっと、説明していきますと、まず外装素材ですね、この外側に来る部分の外装素材なんですけれども、ここっていうのは主に防水性だったり防風性なんかに非常に大きく関わってくる素材になります。アンタークティカパーカーとマウンテンダウンジャケット、この2つが、ゴアテックスのモデルでございます。で、ヒマラヤンパーカーとヒムダウンパーカー、バルトロライトジャケット、ビレイヤーパーカー、この4つのモデルはゴアテックスインフィニアムっていう素材を使用しておりますね。このゴアテックスとゴアテックスインフィニアムの違いっていうのは何なんだっていうと、一重にねゴアテックスって言ってもいろんな種類があるんですよね。まずゴアテックスっていうのが防水性能、防風性能、透湿性能ですね、この3つをね兼ね備えた非常に、高機能な素材でございます。ゴアテックスインフィニアムシリーズなんですけれども、防水性能っていうところを少しだけ下げる代わりに、着心地とか快適性っていうのをね重視した
シリーズになっております。インフィニアムでもね、タウンユースなんかで着る分にはね、全く問題ない防水性能を持っておりますので、ちょっとだけ防水劣るけど、まあすごく動きやすいよっていう感じのイメージですね。ということで、このアンタークティカパーカーとマウンテンダウンジャケットですね、2つのモデルはゴアテックスを使用しているということで、非常に防水性能が高いですよっていうモデルでございます。で、ヒマラヤパーカー、ヒムダウンパーカー、バルトロライトジャケット、プレイヤーパーカーの4つのモデルはゴアテックスインフィニアムということで、ある程度の防水性を持ちつつも、さらに、着心地だったりね、快適性が高い軽量だったりするモデルになっております。アンタークティカパーカーはこのナイロンタッサーゴアテックス2層って書いてますけども、ナイロンタッサーっていうのは縦糸よりも横糸がちょっと太くなっていて、横にちょっとうねのある素材がタッサーなので、アンタークティカパーカーはちょっとね140デニールでちょっと粗めの素材感になってるんですよね。サザンクロスパーカーの素材は70デニール ×140 デニールのリサイクルドナイロンスタナータフタポリウレタンコーティングですねこれ分かりづらいですよね。まず一個一個説明しておきますと、まあリサイクルはリサイクルされた生地というところですよね。ナイロンはナイロン素材ですよというところ、スタナーっていうのが、トーレが開発した撥水性を持つタッサー組織の生地ということですね。タッサーっていうのがさっき言ったあの横糸が太い生地なんですけれども、タフタっていうのがちょっと光沢のある平織りの生地のことを言うんですけれども、ウィズエコポリウレタンコーティングなんで、これに、ポリウレタンコーティングをして、防水性能、撥水性能を、高めた素材っていうことですね。分かりづらい。で、70デニールと140デニールっていうことなんで、多分タッサーなので横糸が140デニールっていうことなんだと思います。間違ってたらちょっとコメントで教えてください。あとヒマラヤンパーカーとヒムダウンパーカーにはリップストップっていう書いてますけども、このリップストップって何なんだっていうと、リップストップ生地っていうのは外から見ても結構わかるんですけども、こんな感じですね。格子状に、繊維が縫い込まれているんですね。このリップストップ生地になっていることによって引き裂き強度がアップするんですよね。なのでちょっと穴開いてもそこからねこう広がりづらいっていう、性能を持った生地になります。で、最後にヌプシジャケットですね。これが50デニールのナイロンリップストップ with DWR、 また新しいの出てきましたね。50デニール、まあ50デニールの糸ですよね。で、ナイロン素材、リップストップなので引き裂き強度が高い。で、 with DWR、 この DWR っていうのは撥水加工のことを指します。なので、50デニールのリップストップナイロン生地に撥水加工が施された素材ということでございます。外装素材説明しただけでかなり長くなっちゃったんですけども、防水性能高い、素材としてはアンタークティカパーカー、マウンテンダウンジャケットの2つは防水性能非常に高いですね。ただちょっとゴワゴワするかもしれないです。それに対してゴアテックスインフィニアムを使用したヒマラヤンパーカー、ヒムダウンパーカー、バルトロライトジャケット、ビレイヤーパーカーっていうのはある程度タウンユースで着る程度の防水性能を持ちつつ、揺れ動きやすさも兼ね備えた、ジャケットっていうところですね。で、サザンクロスパーカーとヌプシジャケットは、撥水加工の素材なので、撥水加工はねやっぱりどうしても着ていくうちに、撥水性能落ちてきてしまうので、ダウンジャケットっていうのはね濡れてしまうと保温性能が下がってしまう特徴があるので、雨とか雪の中でね着ることを想定するとゴアテックスもしくはゴアテックスインフィニアムが優秀な素材なのかなというふうに思います。次は中綿ですね。内側に入ってる中綿の部分、これが主に保温性能ですね、暖かさっていったところに関わってくる、素材になっております。それぞれモデルこちらのようになっております。4種類に分かれております。まずヒマラヤンパーカーがクリーンダウン高電子900プロっていうものですね。で、サザンクロスパーカーとビレイヤーパーカーがクリーンダウン高電子プロというものですね。アンタークティカパーカーとバルトロライトジャケット、こちらがクリーンダウン高電子で、最後にグリーンリサイクルドクリーンダウン
ていうものが、ヒムダウンパーカー、マウンテンダウンジャケット、ヌプシュジャケットに使用されております。これがそれぞれどんな、素材なのかっていうと、これもね一個一個バラして考えていくと分かりやすいと思うんですけれども、全部についてるのがクリーンダウンですかね。これが何なんだっていうと、三重県にある、ダウンフェザーメーカー川田フェザーというところ、この川田フェザーで徹底的に、ダウンをね洗浄して乾燥させてゴミを取り除いてね、ダウンがもともと持つ性能を最大限に引き出したダウン、このダウンが、クリーンダウンっていう名前がついております。で、高電子ダウンっていうものは何なんだっていうと、遠赤外線効果による保温効果をプラスした、化学繊維をミックスしたダウンですね。で、さらにこの高電子プロダウンっていうものが何なんだっていうと、ヒマラヤンパーカーとサザンクロプスパーカーとピレディアパーカーですね、使われておりますけれども、このプロとつくものをですね、これはダウン自体にね撥水加工が施されているので、先ほどちらっと言ったんですけれども、ダウンっていうものが濡れてしまうとね、保温効果が非常に下がってしまうものなので、ダウン自体にね撥水加工を施すことによって、外装をもしね、通過して雨が入ってしまった場合でも暖かいままの性能をね保つことができるっていう高電子プロダウンっていうものでございます。で、クリーンダウン高電子900プロ、ヒマラヤンパーカーだけですけれども使用されております。クリーンダウンですね、川田フェザーで洗浄されたダウン、これの最も高品質な900フィルパワーのダウンを使用したものがクリーンダウン高電子900プロというものでございます。で、最後にグリーンリサイクルドクリーンダウンというものは何かっていうと、まあ、これは簡単にリサイクルされた、ダウンですね。これも、クリーンダウンで、川田フェザーの方で回収したダウンを再洗浄して、再利用した、ダウンでございます。なのでこちらの順番で高機能な素材になっているので、この中綿っていうところは比較しやすい、素材なのかなと思います。2番と3番ですね、クリーンダウン高電子プロとクリーンダウン高電子っていうのは撥水性能の違いだけなので、暖かさっていった部分では、ほとんど一緒の、性能になっております。以上が中綿の比較でございました。じゃあ続いてね、内装素材を比較していきたいと思います。一番内側の素材ということで、主に肌触りですねに影響する部分になるのかなと思います。内装素材それぞれこんな感じになっております。まずヒマラヤンパーカー、ヒムダウンパーカー、アンタクティカパーカーが、一緒の素材ですね、パーテックスカンタムエコという素材を使用しております。マウンテンダウンジャケットと、ビレイヤーパーカーですねにつきましても、パーテックスカンタムっていうのと、あとビレイヤーパーカーはパーテックスカンタムスーパー DWR っていうものですねを使用しておりますと。はい、このパーテックスカンタムっていうのが何なんだっていうと、パーテックスカンタムっていうのは、まあ、パーテックス社が開発した素材なんですけれども、20デニール以下っていう非常に細い糸をね高密度に、織り上げた素材でございます。細い糸を高密度に、織り上げているということで、軽量でダウン抜けがしにくいという特徴があります。ダウンジャケットって、どうしてもね中から白いダウンがビヨンってこう抜け出てきてしまうことがよくあるんですけれども、このパーテックスクアンタムを使用することによってこのダウン抜けがしにくいっていう、メリットがあります。 100% 防げるわけではないんですけれども、まあやっぱりちょこっと出てきてしまう部分あるんですけれども、まあ、しにくい素材っていうことですね。サザンクロスパーカーの20デニールリサイクルのナイロンミニリップストップなんですけれども、これは20デニールで細い糸を使った引き裂き強度が強い、ナイロン素材、リサイクル素材を使用しておりますっていう感じですね。バルトロライトジャケットのナイロンタフタ、ナイロンタフタっていうのがちょっと光沢がある平織り素材になりますので、パーテックスカンタムよりはちょっとカサカサの生地になりますね。サラサラ感、だったりっていうのはちょっと劣る気がします。で、ビレイヤーパーカーの内装がパーテックスクアンタムスーパー DWR、 また出てきましたね DWR。 このビレイヤーパーカーだけねちょっと特徴がありまして、この内側の内装素材にも先ほど出てきた DWR 撥水加工が施されているんですよね。ビレイヤーってロッククライミングとかするときに下でロープを支える人なんですけども、そのビレイヤー向けに作られた、
ダウンジャケットということで、濡れたアウターシェルの上からこのさらにダウンジャケットを着てもいいように内側に撥水加工が施されているらしいんですよね。ブレイヤーパーカーは外と内側どちらも耐水性がちょっとついておりますよっていう感じになっております。で、最後はヌプシージャケットですね。内装がナイロンクロスですね。まあ、ナイロンクロスってことなので、ただナイロン素材っていう感じですね。パーテックスクアンタムとか撥水加工とかいろいろありますけれども、機能性にはね、着用していて感じられるほどのね差っていうのはほとんどないんじゃないかなというふうに思います。一番大きいところはやっぱり肌触りっていったところで、パーテックスクアンタム選ぶとちょっと肌触りがねサラサラでね気持ちよくなっているのでおすすめでございます。ということでね、外装と中綿と内装素材の比較でございました。機能やサイズ、ボリュームがすごい、非常に重い5つ星にさせていただきました。バルトライトジャケットのデメリットとして1位を発表していきたいと思います。これ買っとけば本当に間違いないんじゃないかっていう名作ですね。